ダイナソー・ウィズ・スティーブン・フライ。くらげました。これゲームじゃないです。放送です放送。2023年最終 CG で作った教養ドキュメンタリー。ボユドキューは昨年を通じて最も失敗した教育媒体であると断言できます。CG は超良くして、ファクトは間違ってるし、リソース泥棒。15年前のダルボサウルスと交渉状態が似ています。唯一の長所は後で映画にならないという点くらい。多分。なので今回のドキュメンタリーレビューは動画の長さがとても短いです。それほど話すことが多くないというよりは登場する恐竜が直接作ってもずっとマジだったほどの産業廃棄物を長く見ているのは嫌でした。後ろに見えない。これ YouTube に動画じゃありません。放送です。イギリスの宝物を置いてペンテた放送を性に高め、デザインの生産さも相変わらず。なんであの恐竜は、すでに検証済みの理論の裏返しもどこかで見た光景です。例えばジュラシックアックスマスター。タロサウルスが顎を斧のように叩きつけて攻撃するという仮説です。他の時は以前2011年にすでに扱っていたものです。そして画用転生、この時が一番悪口を言われなければならない。ゲームアンドファイルのメガネを盗み隠しました。